ユージさん、売れるとか考えなくていいんですよ。下げますね。俺、最近思うんです。ユージさんは自分が面白いと思う作品を作ることだけ考えててください。どういうとか、どういうことだよ。だから約束しましょう。約束。ユージさんは自分の世界を作る。まあしんどいと思いますけど、自分が最高だと思う作品を書き続けてください。で、俺らが売れてユージさんの作品を見る人を集めてきますから。うん。悩める脚本家のもとに一通のメールが送られてくる。対抗睡眠。30年前の自分に出会い、売れっ子作家へと導くはずが。はい、そうですけど。俺、お前は本音なのか建前か。ここ使ってください。頑張りましょう。何かを捨てる。どうもこの時代とやら。ユージさんは自分の世界を作る。左に傾く飛行機。何も感じない乗客たちはロマンばっか。人の命を何だと思ってんだよ。デージ公演中止だ。えありがとう。いいよ。大胆にもサムネにして。忘れていた友との約束を果たすための旅へ。果たして自身の手で未来を変えることができるのか。よーい、スタート。時空を超えた舞台の幕が上がる。追走ジャーニー、リエナクト。